ごめんなさい、あの僕汚くてしちゃったで、先輩、あの急に呼び出してすいません、あの悩みがあるんで聞いてください。あれ先輩どうしたんですか。もしかして先輩も悩みとかどうしたんですか。マジっすか、別れちゃったんですか。あれあの先輩ですよね。なんで別れちゃったんですか。ああ1年ぐらいでしたっけ。あ、1年と2ヶ月か。結構長く行きましたね。いや、あの先輩大丈夫っすよ、聞いてください。僕なんて1ヶ月しか付き合ってないで、昨日別れのメールが来ちゃったんです。それを先輩に話そうと思ったら、なんか先輩の方がなんか重いなって。先輩だって1年と2ヶ月ですもんね。先輩大好き大好き言ってたのにどうしちゃったんですか。ああ、いや、それは彼の方が悪いっすね。彼の浮気ですか。浮気か、浮気。実は僕の彼女も浮気なんです。びっくりしちゃいました。昨日の夜、夜中12時ぐらいにメールが来て、別れようっていきなり言われたんで、電話してやったら好きな人ができちゃったんですとか言って、なんかもう、まあ、バキでなんかもう好きな人ができた、まあ、しょうがないかなと思って、じゃあ分かった、じゃあ別れようって言ったんですけど、まあ、え、先輩も一緒っすか。本当なんで付き合ってるのに好きな人ができちゃうんですかね。考えられないですよね。本当、いやでもなんかしょうがないかなと思ってたんですけど、まあ大丈夫っすよ。先輩なら大丈夫っすよ、絶対に。先輩バスケもやってるし、運動もできるし、勉強もできるし、優しいし、もう先輩、僕先輩憧れですし、先輩、僕からの先輩は完璧だと思うんですよ。なのになんでその男の人はあの振ったのか僕には分かんないんですけど、まあ、先輩なら絶対に次絶対にいい人見つかると思うんで、絶対にあの諦めないで、絶対にいい人が見つかるんで、先輩も頑張ってください。僕もいい人これから見つけて、楽しい、まあ、毎日を過ごすんで、先輩も諦めないで笑顔でいれば絶対に素敵な人は見つかると思うんで、先輩も頑張ってください。僕も頑張るんで。じゃあちょっと今から僕あの友達にちょっと呼ばれたんで、先輩頑張ってくださいね。僕も頑張るんで。先生ちょっと時間がないんで、先輩ごめんなさい。またいつでも電話して話聞くから。じゃあね。